はい、い、えー、どうもお疲れ様ででございますす塾の久保です、えー、今回はですね <laughs> 失礼しましまた今回はですね速下塾に参加して上手に稼ぎながら速下塾の分割費用を払っている方のまあよくある例をお話しいたしますまあ基本的には速下塾もね一括30万という支払いが一番すっきりしてていいなと思うんですけどもまあそれはそれね 皆さんそれぞれ事情があると思いますしいきなりね30万払うのちょっと抵抗があるよって方もいらっしゃると思うんで私の場合は頭金つまり全体の1割をお支払いいただいたら速可塾の入塾を認めて以降残金は今後30年のうちにご自身のプログラムで計画で払っていただければいいかなと思ってますつまり稼いだら払うでも全然結構ですし 月に1万円払うでも結構ですし、年に1万払うでも払えると思うんですよね。で、さらには、30年後に残金を払います。覚えてたらね。みたいなやつもあるんですよ。私はまあ、それぞれ信用してですね、どんな支払い方、どんな分割の仕方をするのも認めております。さらに、頭金の3万円すらないっていう方もいらっしゃいます。そこで私はね、一つのカリキュラムを提案するんですよ。 ビジネスとは交渉の連続ですですんで最初の3万円すら作れないというあなたに是非ね私に対して交渉して3万円ではなくて別の支払い方をね提案してくださいっていうふうな形ですそれをまず第一のビジネスとしてはいかがでしょうかっていう提案をするんですよまあそうすると即可軸の頭金3万円をじゃあ5000円の6分割で払います とかね、最初は1万円払ってあとは早急に払いたいと思うんですけども実際に稼げたら払いたいと思いますって方もいらっしゃいますもっと言ったらですね頭金の3万円を入塾前に稼がしてくれまあそういうふうにねいかに手出しを払わずに最初に権利を手に入れるかっていうのもビジネスの一つの方法だと思いますんで 大歓迎ですえというのはねそこまで私は皆さんからの入塾費を入金に焦ってないっていう背景がありますでもやっぱりね稼ぎたいと思って速課塾に入ってきてくださる方が3万円を稼ぐ意思がないイコール3万円を払う意思がないってことだと結局ビジネスとうまくいかないんですよでいろんないきがありますけども一番上手にね 速化塾の分割費を払っっててくださっている方はこんな感じです、まあ、例えばね頭金3万円を払った例にしましょうか残金27万ありますこれを毎月1万円返済していきますっていう風なね、まあ、そういったお申し込みが今のところ最も多いのかなと思うんですよで月に1万円をどうやって払うのかなっていう風に考えていくとですねまあポイントサイトをやっていくっていう風に 言われるんですよね例えば月に1万円以上の売り上げをポイントサイトで上げていってそこの1万円を毎月の即価塾の残金分割に当てていきますよっていうふうにするんですよ私はいつもそれがねベストな方法だと思っていますそうするとポイントサイトをやれば高い確率で毎月1万程度は確定するんですよでそうするとその確定した1万で 塾の残金が毎月払えるってことになりますし逆に塾の残金が払えないよってことになるとポイントサイトすらやってないっていうところが浮き彫りになるんでポイントサイト今月やりましたって聞はやっぱりねどこで自分のビジネスが止まったのかどこで自分の売り上げが止まったのかってことがお互いにはっきり分かるんですよ。まあ、そうやってチェックもしやすいしモチベーションにもつながるということになりますし。 まあ月に1万円をポイントサイトで稼ぐことが当たり前になるとそれは1万で収まらずに2万とか3万とか5万稼ぐようにだんだん進化していくんですよねそのぐらい継続すると力がついていくってことなんですよ特にポイントサイトはね案件を探すのが上手になるんですよまた住宅展示場のモデルハウスモデルルームの見学っていうのは ね、5000円とか1万円とか高いところで2万とか3万ってのがあるんですよね。じゃあこれを月に1件いったらどうなるんですかってことにもなりますし私はこれをね今年の初め1、2、3月にまあ30件ぐらいいってるわけですよ。で、ほとんどのところからまあ報酬っていうかね謝礼がいただけてるんですよね。まあそう考えていくとまあ私がもしね即可塾に入ったとしたらそういったポイントサイトの案件などで 最初の初月でね30万ごときは稼げてしまうんですよね。でそのノウハウを即価塾の中でまたねこうやってお伝えしていければなっていうところと実際にどんなポイントサイトでどんな案件に行ったら確定しやすかったのかっていう報酬のね確定率のことも共有できますしね。まあこういったことを考えていくと稼げないってことがまあないですよね。でさらににははポイイントサイトサとか住宅展示場に行くのは これはもう限界がありますから、どこかでできなくなります。しかし、こういったことでお金を稼いだという経験と実績をもとに、新しくビジネスを展開することもできるんですよね。それが、即家塾の原点でもあるんですよ。というのが、十数年前、私が即家塾を立ち上げたときに、即家塾のカリキュラムっていうのは、たった1個、セルフバックでお金を稼ぐっていうことだけだったんですよ。その時の入塾条件が、 メールアドレスが自力で取れること、そしてネットビジネスで1万円以上稼いだことがない方この2つの条件の方がそっか塾に入塾 OK ってことにしたんですよねそうすると大半の方がメールアドレスは自力でできて検索などは自分でできるといろんなツイッターやフェイスブックのアカウントも自分で作ることができるので、まあ、私はそこまで細かいねアカウントを作るみたいなことの指導はまあ基本的にはやってないんですよ まあでも自力でできる人がそっから自分に入ってきてくださいます。プラス、1万円以上稼いだことがある方は入塾できませんよって言ってる。これはなんでかっていうと、セルフバックをそこそこやってる方はね、もうそっからもう自分の責任なんですよ。で、私の場合は、セルフバックすら知らない方に、まずはセルフバックとかポイントサイトで実際リアルなお金のを稼ぐっていう体験を、例えばね、ボリュームで30万とか50万。 ととりあえず最初の1年で経験しててもらおうと思っていますでそうすることによってもちろん速価塾の費用が払えるっていうのもありますけども別にそれをね払ってくれってわけじゃないんですよ実際にインターネットでお金が稼げたでしょっていう説得力なんですよほとんどの人が「あ,あ本当とだ」って言いますよねなんでほとんどの人が「ああほとだ」っていうかっていうとやらない人はねいつまでたってもその反応にならないんですよで3年目にやっと重い腰を上げてポイントサイトやってみました 5万稼ぎました今までやんなくてすみませんこんなメッセージも寄せられるんですよねはいいろいろと話すことがごちゃごちゃしてきましたんでまた改めてねこの放送の原点に戻りますけども即可塾の入塾費用分割30万円を上手に払ってきた人しかも力の出つけた人ってのは何をやってるかっていうと毎月1万円の目標でポイントサイトをやってるだけですはっきり言ってね 1>, 1万円ポイントサイズで稼ぐなんて、1ヶ月もかかりません。1日もかかりません。まあ、30分ぐらいじゃないですか。30分ぐらい作業して、1万円の見込みが立つんですよで。あとはもうね、1ヶ月間やらなくていいですよ、その他。でも、あ、売上上がった。これか、ネットビジネスの報酬ってのは、ってのが分かると、ほっといても何件もやりたくなると思います。そして初月で10万とか20万を、 最初から稼げるわけですから、ネットビジネスが怪しいとか、ネットビジネスが稼げないなんていう考えは一気に消えるわけですよ。で、いつまでもね、ネットビジネスが怪しいとか、ネットビジネスが稼げないって言ってる人は、ご自身でネットで、ね、ポイントサイトとか、セルフバックで、まあ1万でも稼いでみてください。それから言ってくださいっていうふうになりますね。稼げたでしょっていう回答なんですよ。まあそういった形でね、インターネットの世界には、おおよそリアルの世界では考えられないぐらいの、 稼ぎ方が存在してますのでぜひね、試していただいて、儲けちゃってください。そうやって儲けることが、この日本の経済を救うことにもなりますので、よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様です。